はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第31弾をお送りします。で、今回ね、この5問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、いつも通りね、画面下げたいとこなんですが、まずちょっと問題を確認していきましょう。で、今回はまず2次関数、ここが y イコール x 2乗です。で、まあ AB が設定されてて、まあ今回のね、問題のポイントになるところが四角形 AOCB、 まあこの横のね、細長いやつ、これが長方形だとね。で、A の x 座標がマイナス2分の1、 A と C から垂線、こうやってね、まっすぐ下に下ろしたのが PQ になってますと。いいかな？まあ、こんな状態でやっていきます。じゃあ、画面下げますね。いくよ。ほい。よいしょ、もうちょっとか。これいいな。よし、じゃあ行きましょう。では、問題はね、いつも通り Twitter とか、あとはね、自分のホームページにも貼っておきますので、まあ、よかったらね、そっちの方を使ってみてください。やっぱリンクはね、概要欄にあります。で、いつも言うように関数の問題、自分はですね、今読んだ問題ありましたね、左上の。ここの情報をこっちに書き込みます。あっち行ったりこっち行ったりするのめんどくさいんで。で、まず二次関数が y イコール x 二乗。で、a の、x 座標はでしたっけな？マイナス2分の1か。で、これはね、絶対じゃないんですけど、自分は、その座標のね、片方、X 座標だけとか、Y 座標だけが書いてあったら、もう片方も書きます。まあ、出せるんであればっていう条件はつくけど。で、今回、A が、これがね、二次関数の上に乗ってますよね。これは、まっすぐの一次関数だろうが、二次関数、比例反比例だろうが、座標が、その点がね、関数の上に乗ってるんだったら、代入して OK なんですよ。だから、x のとこにマイナス2分の1を入れちゃえと。で、入れると、y イコールマイナス2分の1、まあ、カッコつくけどね、2乗。これはマイナス2分の1かけるマイナス2分の1なんで、4分の1です。で、y イコール4分の1。それ何かっていうと、y 座標が4分の1だよっていう。だからすぐ計算で出すことができます。こうやってね。まあ、さっきも言ったように絶対ではないんですけど、自分分かる情報はどんどん書き込みたいタイプなので、まあ、こうやってやってしまいます。で、もう一個 P が、A からまっすぐ下に垂線、下ろしたものなんで、まっすぐ下だから、X 座標同じですよね、ここ。上とね。だから、マイナス2分の1。で、こっちは0ですね。X 座標、あ、これ X 軸に乗ってるからね。で、あとはいいかな。大丈夫そうだね。じゃあ、まず三角形 APO、ここですね。ここの面積出していきます。じゃあ、書き出すと、フリーハンドで申し訳ないですけど、A で、P では、おこんな感じ。で、今、やっぱりポイントなのは A の座標ですね。で、今、A の座標が、マイナス2分の1の4分の1。これ何かっていうと、原点からマイナス2分の1の4分の1と。っていう意味ですよね。だから、O からマイナス2分の1左に行ったのが P だと。だから、ここの長さは、2分の1になります。座標はマイナス2分の1なんですけど、長さにマイナスはないので、離れてる距離はいくつって言われたら、マイナス取って2分の1を使ってください。で、上に4分の1上がったところだから、ここが4分の1になります。この座標から長さが2つともわかると。で、そうすると、三角形の底辺と高さが両方出てるので、底辺。かける、高さ。で、忘れずね、まあ、割る2、もしくはかける2分の1。まあ、公式でね。こうやって、答えが16分の1と。これでまず1番、終了でございます。では、2番行きましょう。で、この2番がちょっと個人的に今回のポイントの1個になってて、三角形 APO と OQC が相似なんですよ。で、それを使って解きなさい、みたいな。のが、これ実際にね、公立高校の過去問なんですけど、に書いてあったからさ、そのまま使いました。で、今からそれを使った解き方を一回紹介します。するんですけど、実際自分それ使ってないです。自分がやった時に。で、ちょっとずるい方法を使ってて、で、それをね、紹介したい。今回。まあ、よかったらね、そっちもちょっと覚えてもらえると嬉しいんですが、まずはね、ちゃんとした方行きましょう。
で、APO。今やったやつだね。こいつと OQC。ここか。これが相似なので、まぁ、ちょっと同じように並べましょうと。こいつ、起こします。三角形を。ちょっとよいしょって起こし、ちっちゃくてごめんね。起こすと、O の P の A か。で、あっちはそのままだね。そんな大きく書けないけど。O の Q の C と。で、前の問題でやったように、AP は4分の1、OP は2分の1で分かってます。で、ここの下の部分と右の横の部分を使って、比を使っていきます。まあ、相似なんでね。だから、まあ、下分の右行こうか。4分の1、対、2分の1は、下対上、あ、右行ったんで、下、OQ 対 QC になります。で、こっちは長さが分かってないので、文字そのまま使っていきましょう。OQ 対 QC。で、比例式、こういう比の式は、中中外外、まあ、外外中中でもいいですけど、掛け算するので、まず中中行く、あ、外と行くか。外行くと、4分の1 QC イコール2分の1 OQ と。で、ちょっと分数が嫌なんで、両方4掛けます。そうすると、こっちは消えるんで1。こっちは4かけると約分して2になります。で、両辺を OQ で割ります。今から OQ で。そうすると割るので、こっちは分母に OQ がくっつく。で、まあ割るからこっちも OQ こうやってくっつけるんだけど、同じものは消せるから約分されると。つまり、OQ 分の QC イコール2となりました。で、これ何やってんだって感じがするかもしれないんですけど、これ答えなんです、今回の。これ答え。で、なんでかっていうと、今、OC っていう、これ原点通ってるから比例の式なんですよ。まあ、比例でも1次関数でもそうですけど、まっすぐな式の傾きっていうのは、X の増加量分の Y の増加量です。X の増加量分の Y の増加量。今、ここスタートで C まで考えたとき、X の増加量分の Y の増加量。つまり、OQ 分の QC が傾きなんですよ、そのまま。OQ 分の QC だから、もろにこれでしょ？こいつ傾きだから。あ、じゃあ答え2ですよね。っていうのが、正式な解き方です。はい。もちろんこれもね、まあ、できるようになってほしいんですけど、今回回答欄途中式が特になかったので、まあ、ずるしてもバレないなと思ってそっちを使いました。で、どうやったかっていうと、自分はね、直線 OA をまず出しました。式をここ。A の座標出てるからさ。で、原点通ってるから、OA ってまず比例なんで Y イコール AX なんですよ。Y イコール AX。で、それに、マイナス2分の1と4分の1を代入します。そうすると、ちょっとこれはこっちでやっちゃうね。4分の1イコールマイナス2分の 1A。両辺にマイナス2をかけると、A イコールマイナス2分の1。つまり、y イコールマイナス2分の 1x っていうのが OA の式になります。まあ、これ出すことには別にそんな苦労はないと。で、何を使ったかっていうと、今、OC の傾きが欲しいですよね。でね、この OA と OC って長方形だからさ、ここ。もちろん90度です、ここ。長方形だから。で、進学塾とか行ってると中学校でも教えてくれるとこ結構多いんですけど、直線のね、これと、これ、直線が2本あると。その直線が直角に交わるとき、こっちの傾きとこっちの傾きをかけるとマイナス1になるっていうルールが決まってるんです。これ高校で習うんですけど、本当は。でも中学校でも俺教えちゃうんだけどね。いい？直線と直線が直角に90度で交わるとき、それぞれの傾きをかけるとマイナス1。切片関係ないです。傾きね。だから、今、こっちの傾きマイナス2分の1なんだよ。で、こっち今 OC の傾きじゃ求めたいから X とするじゃん。そしたら、マイナス2分の 1X イコールかけたものがマイナス1だから、こう。これ計算すると両辺マイナス2をかけるから、X イコール2。つまり傾きだから OK っていう。っていう感じで解くことができます。まあもちろん、使用頻度、このね、技を使う頻度がめちゃくちゃ高いかって言ったらそこまでじゃないです。ないんですけど、たまにね、こういうふうに噛み合う問題が入試で出てくるので、そんなに難しいことじゃないと思うんだよ。直線がさ、直角に交わるときに傾き同士をかけたらマイナス1だけだから。はい、よかったらね、覚えておいてください。
あ、そっちだと消しちゃいますけどね。これだけのっけておきます。で、3番ですね。ちょっと待ってね。今ね、個人的にすごい5番まで入るかっていう不安にね、苛まれてますけど。直線 AB 上に点 M を取りますと。で、関数 Y イコール X 上に、点 N、T の T2 乗があると。M と N の X 座標が等しいとき、M の座標を T を用いて表しなさい。ね、何言ってんだって思っちゃうかもしれないんですが、ひとまず N からいこうか。N が Y イコール X 上に乗ってるんで、N がありますと。で、こいつが、t の t2 乗っていう風に置いてあります。まあ、x 座標を t って置いたので、この関数乗ってるからさ、x に t 代入すれば、y イコール t2 乗で、まあ、こうなりますって、よく置くパターンだね。で、そいつと m の x 座標が同じだから、まあ、このまっすぐ縦の状態ね。m も。どっかにあると。で、それがしかも直線 ab 乗って言ってるんで、まっすぐ縦で、ab だ、この辺。ちょっと待って。待ってる。まあ、ちょっとゼロかな。まあ、この辺にいると。じゃあ、こいつの直線でね、座標を t を用いて表しなさいという問題でございます。で、これをね、どうやって出していくかっていうとこなんですけど、まず、まっすぐ上にいるから、さっきと同じ、a と p と同じ。まっすぐの状態にいれば、x 座標は同じです。つまり、こいつ、x 座標は t なんです。t。で、あとは、その、y 座標を求めたいと。ね。でも、y 座標を求めるためにはどうするかっていうと、この ab の直線の式がもし出てくれば、じゃあ ab がさ、もし、y イコール、じゃあ、2x プラス3とか、プラス 3? まあいいか。これだとしたらさ、x が t だったら、ここに t 代入すれば、y イコール 2t プラス3になるじゃんか。つまり、それがもろにこう y 座標になるから、答え t の 2t プラス3って。わかるんで、じゃあ AB の直線求めたいな、という風に話を持っていきます。で、AB どうやって出そうかなって考えるんですけど、これ直線なので、なぜ2を書いた？ごめん。一次関数だから y イコール ax プラス b なのね。原点通ってないから一次関数です。でも、傾き、今ね、間違って書いちゃったけど、傾きは2ってわかります。なぜなら、これ、長方形だから、OC と AB の傾き同じだからね。あ、そう、2出したから今。OC の傾き。いいかな？で、あれと、あ、いいんだ、なんだ、これ間違ったと思った。で、分かってる。じゃあ、あと、一箇所通るとこさえ分かればもう出せますと。で、どっか通んないかなってあると、A 通ってるんだよね、AB。で、座標分かってるから、じゃあそれも代入しちゃおうぜってことで、マイナス2分の1の、4分の1を代入して、4分の1イコール、代入すると約分して、マイナス1、プラス B。で、これ計算すると、マイナス1、こっちに持ってくれば、4分の1足す1になります。で、4分の1足す1の1は、4分の4だから。つまり、足して、B イコール4分の5とわかる。だから、直線の式。AB は、Y イコール 2X、x, プラス4分の5、狭くてごめん。ってが分かりましたと。で、さっきも言ったように、m は ab に乗ってるから、この t を代入することができます。この上にね。で、x のところに t を代入すれば、2t プラス4分の5となるので、m は t の、2t プラス4分の5。これで終了となります。で、次 B ですね。よし、4番。下はもうちょっとかな。やべえな。はい。で、B を求めたいと。で、B は、ま、求め方はいろいろあるのかもしれないんですけど、今、AB 求めましたよね。今、使うために。AB と Y イコール X2 乗の交点が B なんですよ。直線と二次関数が交わったところと。じゃあ、交わったところを求めるのはどうするかって言ったら、連立方程式使いますよね。なので、y イコール x2 乗と、今求めた y イコール 2x プラス4分の5。これの、連立方程式を解いていきます。で、まあ、これは代入法を使います。y のところに x2 乗を入れると、
x2 乗イコール 2x プラス4分の5となる。で、その 2x プラス4分の5を左辺に持ってくると、ごめんね、ちょっとね、書くとこがないからさ、口説明増えるけど、で、イコールでだとこうなります。で、じゃあさすがにと分数残ってるのね、厳しいので全体に4をかけましょうと。これできる方できるんだけどね、自分もあんま好きじゃないんで、ちょっとかけさせて、で、こうなります。で、X 求めたいので、まあこれは解の公式ですね。で、進学塾に通ってる方はタスキ掛けをもしかしたら教わってるかもしれません。自分も動画でね、何回かやったことあるんですが、まあ基本的には因数分解行くか、とこれ解の公式行く方が多いと思うので行きます。で、やっていくと X イコール 2A 分のなんで8分の、マイナス B だから8プラスマイナス B2 乗6乗ね、B2 乗マイナス 4AC、自分どっか間違ったね、はい、ここです。ごめん、移行したのにマイナスだったね。はい、マイナス 4AC なんで、マイナス 4×4× マイナス5、もう80か、プラス80、つまり144になりましたと。で、144ってのは12の2乗なんですよ。 12×12 なのね。だからルート144ってルートが外れて12になります、こうやって。で、この解き方はプラスバージョンとマイナスバージョンをそれぞれ計算する。つまり8分の足したのは20、8分の20と引いたバージョンはマイナス4だからマイナス8分の4と、こうやって求める。で、それぞれ約分すると、これ4でいけるね、こっちが2分の5、こっちがマイナス2分の1と、2つ答えが出てきましたと。で、これ何かっていうと、2つの交点の X 座標が2分の5とマイナス2分の1。交点って B もそうだけど、ここも交点だよね。AB とこの2次関数の。で、マイナス2分の1はこっちのこと。なってるでしょ。じゃあ、2分の5は B の座標になるので、B は、2分の5、X 座標がね、入ってる。OK。2分の5。で、まあ、どっちに計算してもいいですけど、まあ、上の方が楽かな。y イコール x、2分の5の2乗すれば、4分の25となって、これが答えになります。で、あとが4番。さ、ごめんね、まっすぐで終わりたかったけど、5番ここで行かせて。で、b 出したからね、一応書き込んでおきましょうか。使うかわかんないけど。b は2分の5の、4分の25と。で、最後三角形 OQC ですね。まあ、ここです。ここを求めたいと。で、これは、赤か。自分どうやったかっていうと、もう C の座標出しちゃおうと思ったの、これ。だって C がさ、もし、右入るか。いけ、ちょっと下行くね。C が、じゃあどうしようかな。4の12とかだとするじゃん。座標がね。もし分かったら、4の12って、4の12だから、もろに底辺4、高さ12ってやって、もうすぐ解けそうじゃん。なんで C 出しちゃおうと思って、じゃあ勝負しようと。で、C 出すためにはどうしようかなって考えたときに、これね、多分いろんなパターンがあると思うんですけど、自分がよく使うのは、これ、長方形なんですよ。で、長方形ってことは、当然、今ここが平行は使えましたけど、この BC と AO も平行なのね。このこっちの斜めか、この部分。ってことで、今、A からさ、この O に移動する方法って、右に2分の1移動して、下に4分の1下がるんですよ。あ、やって、ちょっと待って。あ、まずいね。大丈夫かな？ごめん、ちょっといい？そう、ってなってて、で、あとこの座標がこうなってるから、2分の1右行って4分の1下がると。で、同じように平行だから、ここも2分の1右行って4分の1下がれば C になるんです、必ず。そう。だから、2分の1右に行く。つまり、2分の5って座標から2分の1右足してやるから、2分の6、つまり3になる。4分の25から4分の1下げるから、4分の24になって6になる。っていうんですぐ座標がわかります。いい？つまり、底辺が3、高さが6、で、三角形だから2分の1で割るっていう感じで、面積9で終了となります。
すいません。ビデオのね、容量があと30秒で終わってしまうので、ちょっと挨拶つけられないと思うんですけど、今回はこんな感じでやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。